悪口言ってから聞かれたらやばかったな。突然お返ししまして、とても申し訳ないが、前もって連絡があればよかったんですが、突然休みをさせていただいたというのがありまして、スタさん普通はね、昔から阿部ちゃんからちゃんとハガキが来てたんですが、メールが来てないよ、おそらくそう、メールが来た人は、じゃあ、おそらく電話メールに入ってたんじゃないか。じゃあ、乾杯させていただきます。なんだよ、かかる。新村君がせっかく来たんで、一番一人じゃなくて、彼に乾杯をさせたいと思いますので、ご賞はここにしてしまうので、もうそれでは一番遅れてきた罰として、乾杯の温度を温度させていただきます。まさかこうだと思いますけど、これ2時間後に先に行ってたんですけどね、まだやってないです。それじゃあ、どうしますか、1本、あ、乾杯で、皆さん、どうなんですかね、もう65になった人と、まだなってない人とか、いろいろおられますけど、一応65ということで、65歳、乾杯皆さん、長生きしましょう。147歳まで行きます。なんで100分なんか。